はいどうもこんばんは、後藤です。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。さて、今日はですね、えー、うまくいく人のが共通している言葉についてですね、話していきたいなと思います、えー。なんで今日この話をするのかというとですね、いろいろな人を見ててですね、えー、なんかいいこの人いいなと、いい感じだなと思う人って、やっぱり、えー、その言葉を使ってる。 傾向にに。あるんですね、頻繁に僕の先輩とかもそうだし、えーまあ、後輩とかもそうですけど、割と僕が会ってる人の中で、えー、この言葉、使う人がすごく、なんかこう、いい感じに見えるんですね。で、引っ張ってくれることもあるし、なんか気に入られやすいとか、そういうところもあるので、ちょっと今日この話をしようかなと思ったんですが、その言葉は何かっていうと、 んすごく、本当に単純なんですけど、ありがとうですね。ありがとう。ありがとうですね、あの、なかなか言わないんですね、みんな。ありがとうございます。ありがとうございます。これって、あの、多分、今の状況を、あの、自分の力だけで作ってきたみたいな、ちょっとこう、なんでしょうね、あの、今の自分って絶、まあ、 ほほぼほぼ周りの人の人おかげだなと僕はいつも思うんですけども誰か相手がいない限り今の自分は成り立ってないわけなんで断るごとにですねまあ僕はありがとうっていう言葉ありがとうございますとかまあえっとメールとかでもそうですし会話とかでもそうですけど結構言うんですねでなんかちょっとこの人あんまり一緒に仕事したくないなとか えー、思う人っていうのはなんかやっぱりねお高く止まってるじゃないですけどなんというかあのまあそれもいいんですよいいんですけどまあ駆け出しとか、えー、そお高く止まってても別に仕事に困ってないんであればいいんですけどもっともっと上を目指していきたいって思ってて自分の理想がまだ達成されてない達成されてないんであればですね、えー、もっと 上を目指していく上の人と、えー、接する機会を作るそういう環境を作っていく人があるわけなので、えー、でまあ気に入ってもらえたら引っ張ってもらえる可能性もあるわけじゃないですかチャンスをもらえることもあるので,でそういう時にですねやっぱりえっ、ー、とまあ僕は無意識にやってたことなんですけど実際にこういろんな人とですね仕事をしていく中でまあ何個かプロジェクトとかやってる中で、えー、そのチームのメンバーの人とか とチャットでやり取りしたりとか電話で話したりとかもあるんですけどやっぱりですねあ,のありがとうっていう言葉がですね全くない人っていうのはですねなかか頼みづらい頼みづらいしなんか次一緒にしたくないなとか思ってしまうんですねなので、えー、まあそんな何ていうまあ能力がどうのこうのっていうよりかはやっぱそのありがとうっていう言葉はですねしっかり言える人間にならないと、えー、いけないんじゃないかなと今の環境状況が えー、当たり前だと思わないことですね。すべて周りのおかげです。あなたには何の力もありません。ということで、えー、ぜひですね、このありがとうですね、頻繁に言ってみてください。もう断るごとに、別に断るごとにありがとうって言っても別に違和感ないはずなんですよ。例えば仕事で、これお願いしますって頼まれたら、わかりました。ありがとうございます。でいいじゃないですか。別にありがとうございます。なしで、わかりました。 だけでもいいんですけどでもそれがですね、やっぱありがとうっていう言葉を受け取る人っていうのは、まあ、意識してなくてもですね、やっぱちょっと気持ちよくなってるんですね。気持ちよくなってる。やっぱり感謝されることっていうのは人間嬉しいことなんで。なのでですね、ぜひ、えー、やってみてください。ありがとうっていう言葉を頻繁に使ってみてください。で、まあ、あのー、あんま使ってない人はですね、なかなかこう言いづらいと思うんで、どうしたらいいかというと、僕よくやってるのは、僕毎日ありがとうって100回言ってるんですよ。 なんかあんまりこういうのを安心したことないんですけど、ありがとうっていう言葉ですね。僕も毎日、あの、お風呂、お風呂入りながら100回ぐらい言ってるんですけど、言いやすくなります。抵抗なくなります。ありがとうってう言葉に。当たり前のように言えるようになるので、えー、ありがとうになれることですね。で、人にもいっぱい、えー、ありがとうを振りまいていくという感じで、えー、今日はちょっとなんかあのー、なんだろう。そういう、まあ、ふわっとした内容ですけども、なんかこう、言葉ですね。言霊みたいなところ。 やっぱり、そこから、それも大事だなと思うんですね。やっぱり、周り受け取る方もですね、そう気持ちよくなるので、ぜひですね、ありがとう。いっぱい使ってみてください。では、今日はそんな感じで終わっていきたいと思います。ではまた。